子供が作りたいと思うのと親が作りたいと思うのって実はベクトルが違ったりするんです。親作りたいと思うでしょ、これどうやって作るの。子供はまずね、この紙で遊びたいと思うのが当たり前のことなので、今日は、赤ちゃんでも作れる、ここに飾っています。コップ2つにこのトランスパレントペーパーをちぎって入れただけの飾り、これも透かすと綺麗なんですね。好きなやつ入れてる。潰されちゃったの。クリスマスカラーですよね。どうでした？面白いな。思った通りでした。いや全然意外でした、ね。意外ですよね。ちゃんすごい。張り付いてるじゃん。あ、ともちゃんが見えている。頑張ってる。そうだね。いい形見つけたんだね。いい形。たまたまあったんだね。そうなんだ。親ってなんとなく集中しちゃう子を求めてしまうんですよね。そうですね。そう。でもそれって本当勝手で。今から星を作るんですけれども、その中から8枚同じでもいいし違うのでもいいし、8枚選んでお隣に回していただきたい。できた、あ、綺麗になってる。ゆうちゃん見せて見せて。ゆうちゃん大きくなった。すごく大きくなった。会えなかった。綺麗綺麗、横っぽい。あ、てるちゃんすごい。見て、嬉しい。皆さんに行き渡ったかな。じゃあ、お子さん遊んでてもいいし、作りたい人は作ってもいいです。やっぱ平面を見て作るのは訓練を重ねるとできるんだけれども、でも子供って訓練を重ねる前にもしっかりできたぞって思う経験ってすごい大事で、そういう時にお母さんも隣でおる。で、こう8枚とかあると8枚連続して興味が持つ、なんだろうな、時間が続く人ってすごい短くって、だから子供が3枚おる間にお母さんは5枚一生懸命おるとか、そういう感じで帳尻合わせつつやってあげるっていうのがいいのかなって思います。じゃあそしたら端っこを1、2、3、難しい。意外とね、お子さんの方が手ちっちゃいからやりやすかったりするかもしれない。難しい。あ、上手上手、バッタみたい。脳トレみたいになってきますね。あれ？うまいじゃん。これがいいか。これか。テーブルのもやりたい。折り慣れてる人の手つき。嬉しいです。その子供は絶対やらない感じ。重ねた。そう、重ねてもらって。そうそう。お父さんの証明みたいな。うん。いや、代表選手とかでもいいですね。中華です。お祝いの。皆さん一セットはいけたかな。乗り抜けたかな。カメレード。
すごい真剣真剣、でもなんか家で黙々と子供と作ってる時に声がある時と声がない時ってあってすごい集中してたら声が出ない時あるよね。出る時があるそうコロナのこれキャキャって言ってる時だけが心が動いてる時とは限らずダメ。あ何欲しいの？ちょっとちょっとした。何してるの？かわいい。毎日車に乗って仕事に行く。靴箱でできた仕事場は豆豆くんにぴったりの大きさ。豆豆くんの仕事は何？だって当てたら偉い。それはね、頑張ったもんな。そう、お話を聞きながらさ、そうそうそう。で、出来上がったらゆっくり聞けたんだよね。はい、ありがとう。はい。パパこれなんだ。あ、いいね、おなちゃん。おなちゃんいいね。綺麗綺麗。お、上手できた。え、みんな同じような色かと思ったよね。全然違うんだね。